北里大学キャンパスインフォメーション。あいにくの天気ですが、入学生とそのご家族の方々が続々と到着されています。ご覧の通り入学生が受付に集まっています。こちらでは北里グッズが販売されています。かわいいです。ここで新入生にインタビューしてみます。ご入学おめでとうございます。ありがとうございます。これからの抱負についてお聞かせください。社会に出るための大切な4年間だと思っていますので、後悔しないように精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございます。今年の司会も北里キャンパスナビゲーターの高知さんです。先輩頑張ってください。はい、頑張ります。ただいまより平成28年度北里大学入学式を挙行いたします。どんな困難にも屈することのない精神が不動不屈の精神です。皆さんには命の感動にできるだけ多く触れていただきたい。そこにはきっと大きな発見と驚きがあるはずです。自分の考えを持ち、自分の言動に対して責任を持てる人間になるため、勉学に勤しみ、大学生活を有意義なものにできるよう努力していくことをここに誓います。皆さんも互いに切磋琢磨し、親身になって相談し合えるかけがえのない生涯の友人を見つけてください。このノーベル賞をいただくことができた最大の要因は何だろうというふうに振り返って見る機会が多くありました。もちろん研究のこともありました。しかし結論は一期一会を大事にしてきたことだと思います。人々との出会いを大切にしてきたことであります。一見このことは科学とは関係のないように思われるかもしれませんが、何事も一人ではできません。人々との関わりの中で研究にせよ仕事にせよ成功へと導くことができるのであります。皆様も新しい友達や先生に出会われることでしょう。この出会いを大切にして学生生活を送っていただきたいと思います。皆さんご入学おめでとうございます。で、大村先生もおっしゃってましたけども、ぜひいい出会いを楽しみにしていてください。キャンパスいろいろ歩いてますので挨拶していただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。以上、入学式の模様を北里キャンパスナビゲーター真由がお伝えしました。